そうです。あの、私が鼻の整形手術をしました。それではオープニングどうぞ。いいよ。全然コメントが、今走ってきましたか。いやちょっと膝が痛い。来ましたか、ついに。僕整形手術したんですよ。ついに来ましたか。はい、アップデートしました。鼻の頭を。はい、ここはすごい低かったじゃないですか。メンテナンス。確かに。これすごい、すごい低かったけど、こうやって映るんだ。ここに、そうだよ、ここにすげえ一人の人ヒアルロン酸入れたんですけど、誰も気づいてくれませんでした。画質悪いから。今ここでは気づかないでしょ。この辺ですよね。この辺を、ああ入れたぞ。ほんと変なんですよ。柔らかい。動く。初めて触ったけど、はい、へー、そうなんだ。なんでやっぱホストは顔なんだよね、やっぱり。そう、全く変わってないんだよね。そうなの、全く変わってない。誰も気づかなかったし、中身よりね。って言ってもみんな、え、本当にっていう。で、統一甲賀さんが俺イケメンになったからっていうのを誰も触れなかったシーン。誰も構わない。嫉妬すんなよ。誰も構わない。いくらいった、だって。あ、僕ですか、うん、なんと、あ、でも17,000円。安っ。え、安っ。家計の給料じゃん。はい、家計の給料。そんな少なくねえ。あ、半年で戻っちゃうんだ。もうほんと、多分入れたばっかの時よりもだいぶ減りました、ね。待って、ヒアルロン酸が半年で戻って詳しくない。俺まさか。いやいや、女の子やってんじゃないの。まあやってるし、やってんじゃないの。どこに入れたの。え、おっぱい。ごたんだ。でも僕はあれですよ、評判の悪い品川美容クリニックで。評判悪いんだ。あるんだね、やっぱそういうの。まあまあどこでもあるとは思うんですけど、ね、俺のお客さんにも五反田でやったって言ったら、そこは私怖いから行かないといけません。へぇ、マジ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 。五反田何整形会ある。でもアキラ五反田好きじゃん。はい。アキラ五反田、五反田まあ好きでしょ。嫌いじゃない、嫌い。整形の話したんじゃない。今アキラ違う話で、危ないからやめなみたいな。整形した人がいる五反田。そう、五反田好きか嫌いかで言ったら、まあ大好きですけど。まあね、ちょっと食毛のためにやってみたいな。じゃあ五反田で。ほら、僕は優しい。もう36番の人のマジ大好きだから。この子のためだけに今日頑張るから。アキラめっちゃ好きやわ。え、おお、しかも関西弁じゃん。タクトじゃない。すげえ泣いた、今すげえ泣いた。急に泣いたよ、タクト。急に泣いたわ。タクトコメントすんな。今日もなんか休んだ。青湯もなんか見ますみたいな。あ、ほんと。 あいつ毎回ね、登場するんだよね。あ、そう、先週もね、面白いこと言ってくれて。え、青湯、あ、コメントで。コメントでふざけんな。なんでね。なんで青湯かける画面に近づくなって書いてあるよ。顔でけえ。書いてねえよ。え、かける何回目。かける俺2回目っすね。かける俺かける2回目っすね。え、待って、本当にタクトなの。この名前が一緒なんですよ、タクトみたいな。お、アキラおるやん。これ違う。あ、別の人がアキラおるやんって言ってる。おどうした。初めてじゃないでしょ、別に。おお、久しぶりやんみたいな。原始人がいます。こういうの嬉しいね。こういう純粋に移動本で。おお、なんと言ってもですね、アキラです。今月はうちイベントが多いんですよ、ね。イベントだらけなんです。はい、実はです、まあ、この3人がなんで来たかっていうのです。まず、あ、本当だ。3月、あ、かけるもんじゃ。だからか、3月9日にですね、まずベリーズ工房の活動休止イベント。今日はこれからだよ。はい、これから。ツッコめや。聞いてなかった。答えないでボケ。左ハンドルだよ、左ハンドル。もう一回、もう一回。左ハンドルのタクシーが。MVDA です。3月9日ですね。ベリーズ工房の活動休止イベントがやるんですけど。よいしょ。もういい。そうやって自分のファンばっかり答えて。
やっぱりファンを大事にするの。おぉほらお前今、俺も打ってやろうかお前あーって嬉しい嬉しい嬉しいよね。こういうのすごい人の目を気にしてもこういうの嬉しい。鹿とか鹿とかじゃあなんでこの3人かっていうと、はい、共通点がね、あるんですよね、はい、あるんですよ。なるほどね。みんな、鼻が鼻がいいじゃねえじゃねえ整形はい、タクトは帰れ。じゃあチンコが僕は3月26日が誕生日です。はい、続いて僕は3月13日が誕生日です。はい、続いて俺は3月19日が誕生日です。なんでそんなことつけたの。ためてためてかどうかまだまだすごい方向性悩んだね。おめでとうございます、はい、3人。おー今月みんな誕生日で、はい、代表が9月ですよね。はい、サンタスサンタスさんは9月全然関係ありませんけどね。全然関係ないからサンタスさんは9月で、さらに、9日にはナイトが4周年でございます。そう、はいはい、お誕生日尽くし で、はい、サンキューの日に。なんでなるほどね。実は僕も、まあ、タクトもそうですけど4年やってるんですね。ね、長いですね。長い。ちょっと待ってくださいよ。犬なら結構成人だよ。この L2QR の人は果たして男なのか女なのかっていうこの問題で。女子でしょ。お前さ、これ女子。この前1000ぐらいコメント来たじゃん。だんだん、あ、そうそう。だんだん、だんだん。1000の中の一つをかいつまんで誰？男の子なんか。前回はぶっちゃけこっちのコメントの名前あのね言葉しか見なかったんですけど、今回はちょっとねユーザーアイデアに余裕がある。誰が書いてるかみたいな。同一人物が。そうだよね、確かに。そういうことねみたいな。なるほどね。こういうことかと。え、タクトなんか面白いこと書いてよ。確かに、ね、タクトの秘密書いて。タクト、あ、タクト、俺はタクトだって分かる。そう、証明できる。本当、タクトしか知らないやつ。そう、うん、タクト誰やねん。確かに、分かるよ。ごめんな、変なこと言ってごめんな。分かるよ。そうだね、初めて見た人はタクトが分からないですもんね。そう、リアルにメンテナンスしたんだよ。でもさ、あるなんかこう、自分だったらここ変えたいみたいな、整形するならちょっとコンプレックスあるわ。めっちゃある。え、かけるどこ、かけるどこ。顔顔、まあ、それは知ってんだけど、具体的に、具体的に教えて。大きさ、大きさ。まあでも、まあ、イケメンだから、まあ、そんなにいらないです、いらない。あれ、かけるも次から呼ばれないぞ、これ。その返答を。あきらはさ、はい、やっぱこう、ここと後ろだとどっちメンテナンス。ぶっちゃけ、どっち上の。ぶっちゃけ多分生え際は2つ合わせて150までいけると思うんだけど。え、でもあれは顔の一部とかは例えばなんかちょっとパッチリな目にしたい。あ、いや、目ね、切れながら目にしたいんですよ。へめっちゃキリッと、キリッと系に憧れててみたいな。そう、でも今日初回のお客さんにヒゲ剃ったら言われたんですよ。ナリミヤって言われてナリミヤ、あれじゃないの、最後潰れかけて書いた子じゃないの。ナリミヤって言われてやっぱりいけたんで、そういうところあるんでね。え、逆にさ、こうじゃあなってみたい顔とかいる？芸能人とかでさ、いるの？オナオナナウ、ナリミヤ違うよ、知ってるよ。あれですよね、知ってるよ。リリー・フランキー代表、永瀬派ですもんね。あ、永瀬、やっぱり TOKIO の永瀬が。僕、松岡派です。すげえかっこいい。え、どっち？あの永瀬とか TOKIO だったら。ヒゲはいらない。あ、ヒゲはいらない。お前、あのさ、答えちゃんと答えてあげて。コメント気にすぎでしょ。ちゃんと喋りたい人だったら来るから。コーヒーで繊細。コーヒーで繊細。ヒゲ野郎。アキラはもちろん城島でしょ。城島。誰がおじさんだよ。誰がおじさんだよ。かけるはでも若いから、まあ TOKIO とか、いやあれか、俺、永瀬、永瀬、永瀬候補だよね、かける世代、かける世代ってフリーズ候補だもんね。ももももクロ、ももクロ、ももクロとかね。アキラちょいちょいフリーズするだって。いや、フリーズ好きだ。アキラすごい緊張してたもんね。6万5000分の1、うん、確かに6万5000分の1。あ、やばい、今日コメントが少ない。えこれコメント少ないですか。コメント超少ないよ。ちょっとね、やっぱ3月ですから、うん、みんなね、僕は27歳ですね。あ、なるほどね。しかも、まあ次の再来週の放送で言うんですけど、なんとあの驚愕がやめちゃうんですよ。そう、あ、そう、まあ、また次のナイトの会には驚愕が来ますけども、いける、はい、なんでね、うん、みんなの愛した片身として今日、ニーヤンのチャリもらえます。トゥデイじゃなくて、そう、
京河くんっていう子がいるんですよ、ね、もう面白い京河ファイナル初めて見ましたが、どこのお店？クラブライトです。なるほどね。ただ今何見てくるの？あの JUDM さんはね、ヒゲが嫌って言ってたんで。おヒゲはクラブアキラ。クラブアキラです。左はいつ辞めるの？クラブアキラです。左クラブアキラです。左名前書いてない。左俺俺か俺やめないよ。舐めるよりも吸う方が嫌いなのか石川くん。石川くん2人いるから、うん、やめる予定はないけど。で、今日僕たち伊勢で来たのはあのあれなんですよね、9日の周年で、そう、新しいシャンパンコール、はい、ミュージックをお披露目ということで、それを今ね、作ってて調整してました、最後の調整を。はい、何日前にまだ作ってんのって話したんだけどね。もう完成したんで。今日完成したんで。はい、完成。お楽しみに。お、これを今日なんと初公開。しない。しない。出来たてほやほや。ちょっとね。あの今使ったやつはあの前の人の名残がちょっとあったんで。名残が強かったんでね。でも俺っぽいんじゃないかなと思うよ。あーでもちょっと確かに。ワイワイ系な感じのね。うん。多分みんなカラオケで歌うんじゃないかなと思って。カラオケで歌ってる歌詞はない。聞いたことないですよ。え？今日すげえアキラの嫁が参加するんですよ。アキラの嫁が。嫁が欲しい。ダッチワイフ。そう。ちょっとすげえ拾いにくいボケが。カラオケの人してる。え、誰？お前。え？ダッチワイフのことですか？前の。あの、え、俺すげえわかんないけど、え、誰？え、あ、L2 誰？そういうことか。 L2QR9 嫁はいるでしょ、アキラ。じゃあ、彼の、うん、まあ、ミッシーの名前だったの、はい、ダッチワイフですか。じゃあ、アダチくんだったんだけど、アダッチワイフっていうミッシー。おー、アダチくんですか。本物そう。そう。前の店長です。前の店長。前の店長。はい。有機店長。はい。あそこの名前 LK L2。もしかして暇してるの？でも L2Q アダチくん誰それって言ってますよこれ。いや、ごましからごまかしからの本当にみたいな。え、ちょっとびっくり。はい。もう本当に。だって一番怖いのはもうアダチさん。亡くなられてる。バカ。生きてるだろ。そうだったの。うん。亡くなられてる。まあ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 。なるほどね。すごい。どっちワイフ。これすごい。そんなの。たまたまなの。10年は絶対知らないですからね。そう、俺ぐらいしか知らない。あ、知らない。いや、うん、知らないっすわ。あんなにファイナルの終わった次の日に、はい、焼き鳥一緒に食いに行ったのに、そういう情報なんもないっすわ、マジで。今後の交流全くないっすわ。あ、確かにね。そうなんですよ。おい、ちゃんと更新しろ、アキラ。あ、進行ね。酔ってっから。そうなんだ。ミクシーとか僕、昔のたまに見るんですけど、びっくりするぐらい気持ち悪かったです。いや、俺も。自分のミクシー。え、ミクシーやったでしょ。やばい、ね。日記とか書いてたでしょ。超書きました。足跡めっちゃ気にしてましたもん。足跡。足跡。大学時代やったでしょ。めっちゃ気にしました。僕めっちゃ役者やってました。なんで涙流してるの。ちょっと ウーロン茶が飛んだんですよ。すごいここにすごい飛んでました。ミクシーは関西だけじゃない。今までそう思ってたのかよ。むしろ誰だ俺に飲ませようとしてるやつは。で、人気なら書いてるけどやめてくれ。アキラ飲めやと。じゃあ、CM 行くので、はい、じゃあかける。みんな次、CM 開けたら、CM 中にミクシーの名前を載せろ。あ、確かに。そして俺も教えてやる。何だったっけ。では、CM どうぞ。
ずは面接、そして簡単な接客レクチャー。ブラックソードの体験入店は日給1万円簡単だな。簡単だろ。パターン。ミクシーの名前ちなみに何でした？コーレです。コーレ、コーレ、はい、アキラは MASAKI ですね。マサキ、マサキ、はい。アキラは俺はショウタンです。ショウタン、ショウタン、うん、僕やめろ僕スーパージェットシューズでしたもん何それ SJS SJS SMS を文字で SJS 的なスーパージェット。うわーで俺ミクシーなんて全然入ってういう、ね、見てないからどうなってんの今。どうなってねえか。僕あのももクロあやったもんね。ちょうどの時はミクシーがやっぱ主流だったんで。ちょなんかすげえ長い日記とか返してたもん。あーもう恥ずかしいですわ。そう言ってたな。僕ミクシーあのももクロレイちゃんが好きじゃないですか、うん、好きな言葉は高木れみっていう感じプロフィールに。いやでもミクシーすげえ恥ずかしい。あとさ紹介文とかもちょっと書いてもらって嬉しかったよね。あーつらい。いや紹介文ちょっと嬉しかった。嬉しい嬉しい嬉しい。いやでも俺も最近久々にフェイスブックを見たんですよ。ああ数ヶ月ぶりにフェイスブック見て俺フェイスブックも写真あるじゃないですか、プロフィール写真、うん、これそれ後ろからこう撮ってるやつなんですけど、後ろにこう日本の日本のこう国旗の鉢巻きにその両サイドに革命って書いてる。お前右寄りじゃねえか。完全に右寄り。完全に右寄りじゃねえ。逃避革命かな。そういうしたいですね。怖い人じゃん。ねえ怖いよね。ちょっとなんか10代後半とかのやっぱり黒歴史ですね。ねえ恥ずかしい。そうだね、多分ミクシーが最初の SNS の流行りだね。やっぱコミュニティってやっぱりすごい大事だと思うんです。今でも欲しいですもん、ツイッターとかに。いやーそうそう、あ確かにね、うん、なんかディフェンスに定評のある生き神っていうコミュニティに入ったんですけど誰もいないんですか。ええディフェンスに定評のある生き神っていうスラムダンクのキャラのコミュニティに入ったんですけど、うん、いないいないし、いないし、広がらないし、飲んだ方がいいんだよ。でもさ、すごいよね。さ何でもあったもんね、コミュニティ、うん、変なのでも、あれましたもんね、うん、あの、携帯の電波がないと振っちゃうコミュニティじゃないいらねえだろうと思って何入ったら好きな子が入ってた厳選何でも何でもある。9個しか映んないから9個に厳選しようみたいな変なこだわりがあったんですよ。なんかああプロフィールの9つしか最初に映んないんですよ。ああそうだね。画面にパッと見た時にそれで9個に絞ろうみたいなのですげえ消したりやったりしたんですけど何やった。でも今ツイッターですかね。なツイッター、フェイスブック、あとねインスタもそうだよね。あインスタグラムですね、うん、まあ最初出会い系だったしね。そうですね。あそうなんだ。俺も結構遅く始めたんだよミクシーも全部大学入ってからね。なんかしかも18より下できないとかあったでしょ。あ、ありましたね。コミュニティに入れないってありましたよね。できることできるんですよ。あ、そうなんだ。やったの俺中学生ぐらい。え、中学生から前そうだよね、年の差はあるわ。そこで出会ってそれはまだ上野動物園で飼育されてたゴリラじゃねえよゴリラじゃねえよなるほどね。でも今日、誘ったんですよ、はい、ナイトチームにユイトさんを。おう、おう、そう誘ったんですけど、いやいや、俺は出ないよみたいな理由。え、なんですかみたいな言ったら、言われたのが、いやいや、知ってるっつって山本キッドは、なんつったっけ山本キッドは、ネオホスなんなんだよアキラは、ネオホスだよ鹿とか終わりかよ終わりかよ。アキラは今流行る前ネオホスだからね、悪いけど。そうだね。それもなんか分かってないし、オジホスからのネオホスだから、オジホスだったんだけども、やべ、俺は今の流れ感じたら、うわ、俺ネオホスだわみたいな。ほら来た、今の俺に注目してるこの流れすごい気持ちいい。やばい、どうしよう。アキラが喋ってたわけです。そうですね。ただ吹いてる人。いや、やっぱり日
ヒーローは流行る前はやっぱりただ浮いてる人なんだけど、だん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 来るんだよね。ほら、そういうアキラが大好きです。ここまで喋ってコメント、ね、コメント見てアキラは俺もう分かった、アキラ自分のコメントしか拾わない。そうっすね、そうっすね。喋ってコメント見て気持ちがぶっちゃけ、ひめきさんが来ないのはガンスルーですかね、マジあ、そうだそこはガンスルー。俺、今日ひめきさんに社長に会いまして。マジっすか、それ違ったね。そう、で、あ、お疲れ様ですって言ったら、普通に、おーみたいなのなんもなく、ツイッター見てんだけど気持ち悪いねって言われてたんですよ。と思って。で、なんだっけ、言い返した。いや、僕は何が気持ち悪いか分かりません。ピスタチオですよ、ピスタチオ。ピスタチオ。あの人ね。あー。俺もと似てるって言われましたよ、俺は。ピスタチオ。ピスタチオのアルシしてホストなんだよ、ピスタチオ。あ、そうなんですか。あの人俺、ね、俺もともとのあの人ホストの時は似てるって言われてましたもんね。そう、身長は違ったけどね。夢で今日、ピスタチオに会ったもん。夢かい。夢かい。夢で。いやー、でも俺本当にあれだったわ。なんかネタで、ピスタチオっていうのをギャグでカシューナッツねみたいに言って、ピスタチオだろって突っ込まれる流れを考えたんですけど、でもさ僕ら、まあ、代表もそうです、まあきらは分かってたか分かんないけど、1年ぐらい前に初めてピスタチオを見たんですよね、動画で、うん、今やってるオリジン弁当の同じネタを見て、あの薬とも笑わなかった。あ、俺の方が面白い。いや、そういうわけじゃないんだけど、まあ同じ視聴者目線で、まあ、そういうのあるんだな。でも、まあ、まあ確かにそういうもんなのかなとは。だってガキの使いの新年会にも出てたもん。らしいですね。うん、ヒゲの趣味言っていいですか。ちょこちょこちょこピーの方がね、面白い。いや、面白いですね。うん、ヒゲの趣味言っていいですか。いいよ、その次俺のおすすめアイドル言う。ああ、そうですねまあその前のいつまでもホストだったのっていうのは、今もホストだし、今日はテンションはぶっちゃけ日本酒飲みすぎて低いし何よりヒゲの趣味は2年目の OL みたいな子が好きです。あ、そういう趣味じゃん、女の趣味。2年目の OL みたいな子僕はですね、この前ベリーズ工房の解散ライブに初めて行ったんですけど、ベリーズ工房のね、うん、めっちゃ良かったです。もっと昔から知ってればと思ったわ。なるほどね。ごめんね、興味ないと思うけど俺に対してのコメントが来る前に次の話題行ったのは悔しいですね悔しいね。そこもう一つ来ました。そうなんですよ。かけるソースアピールしろよ。かけるね、お店すごい面白いんだけど。お店だと面白いです。もうカメラに弱い、男性。あのカメラはちょっと顔大きく見えちゃうしな。そうそう、すごいでかいもん。すごいでかい。そんなことはないよ。かっこいいよ。左闇だ。解散しないよ。たまたま誘われて行ったんですよ。解散っていうか、まあ活動停止ね、なるみたいで。今俺は右を見てるんだけども、その左にいる代表がすげえつまんなそうな顔してる。コメント見て。すごいつまんなそうな顔してる代表が。俺に対してのコメントは一個もないんじゃないかって思いながら、つまんなそうしてるんじゃないかっていう代表の顔を俺は見てる。確かに。じゃあ、あのさ、前回アキラが出た時って春も同じやつだから。春と一緒かよ。あ、春ももう喋れなくなったからね、最後。春と一緒は困る。今のところやばいね。もう発言力が強すぎる、もう。行こうよ。主張が。行こうよ。代表、今日タクシーの売り上げ行くな。運転手さん。今日はブーブ入ったから、結構。ブーブ入ったら今。ブーブ入ったら。ブーブ入ったら、タクシーでブーブ入ったら。一杯いただきました、運転手ながら。クッと。飲酒。でも、まあ解散がどうとかであれですけど、11年やってたらしいです。11年、長い。やっぱもう周りのファン、すげえ子供からちょっと大人になる時期だよね。すげえ泣いてて、俺も泣きそうになっちゃった。なるほどね。開ける11年ね。今来たよ、みんなちょっと話題つきたなっていうところで、ここで開けるが出るんだ。なんでさ、最近の俺解散ライブに行ったってだけなのにすげえつっかかってそんな、なんかごめんね、なんかいいですよ。あ、アキラに質問。はい、ああ、行こう行こう行こう。何でも答えますよ。何でも答えますよ。どうぞ。あれは悩みますか。どれどれあれはどれどれはです。あれさっき言ったろ、舐めるより吸うんだよ。うっさやないか。X のラストライブ行ったけど復活したから、ね、チクチクするのが癖になるっていうことだろ。ダメるときチク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 するのがもう癖になるんだから。 X ジャパン、そう、X もね。
X もで、アキラ何 X の時舐めるの、はい何 X 何 X 何 X の時に舐める、そんなうまいこと言われたヒゲを使ってヒゲで得したことありますか。おい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 ヒゲでも俺ナノックスも研究したからね。あ、もっと科学研究員ですから。で、大学卒業して分かったことが1個だけあるんですよ。大学卒業して、そんなこと言ったっけ俺。ブタンダーの歩き方。あ、ブタンダーの違う靴下のやつ。アキラ嘘でしょ、どうや。本当にナノックスを研究したんですよ。何を気づいたの。え、大学卒業して、大学卒業して一つだけ気づいたことがあるんですよ。え、そんなこと言ったっけ。言った。洗濯の時。え、何それ言って。洗濯の時に靴下は絶対に一緒に洗わない方がいい。え、なんで靴下だけはもうね、雑菌のレベルがね、段違い。へぇ、だから一緒に洗っても靴下の雑菌はね、ちょっと他の服で繁殖するから別のやった方がいいって。俺は大学の時の研究室の日本で一番洗剤に詳しい人が言ってた。へぇ、じゃあ靴下は靴下だけで洗った方がいい。いや、そう。え、じゃあ洗剤とかでもう消せないの。消せない。ぶっちゃけそういうとこあるけどね。まあ1分前だって。おいじゃあやっぱり今日の感じを見てると、あの先月のキングの会でのいろいろなやつも洗い流せないということでいいのかな。いや、別に洗浄足りないですね。もうちょっと研究者とかから頑張っていただかないとちょっとダメですね。あ、ちょっともう一回お誕生日のこと言ってきます。あ、誕生日では近い瞬間で、はい、はい、3月13日かけるキングの誕生日です。お願いします。3月19日、アキラ、モーヤンカレーよろしく。3月26日が僕です。で、3月9日が周年イベントということで。4周年でございます。はい、4周年。この子絶対見た。僕たちは集大成が、1年で一夜が盛り上がるということでございます。はい、アキラ指名無料ね。はい、はい、明日アキラ指名無料。この流れ。明日に。明日アキラ指名無料。ナイトチューブみたいで1億円プレゼント。一応そのいてビクビクしてては掴めないような方を把握いしばって胸を張って茨の道行け侍よ。強くなれ強くあれ、自分に負けない心持って、産んだ子供やしないこの国を背負う侍たちよ。強くなれ強くあれ、自分を生かした道を持て、夢や希望この番組はロランのスポンサーの提供でお送りしました。ホストクラブのお店探しならナイトチュー、総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送は全てこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル